皆さんこんこにちはの高木です今日は直前のメッセージということで皆さんにしっかり応援をさせていただきたいと思います私の方からはですね卓越試験対策これのメンタル面でのアドバイスそして気合い入れも含めて話させていただこうと思いますまずは試験の開始前にぜひ行っていただきたいと。 思いますけれども、えー、試験会場について、えー、自分の席確認して着席、えー、これをしたらですね試験開始までの間の前約15分程度、えー、これを使って解放戦術どう解くのかという部分ですねこのイメトレ、えー、これをしてくださいまたさまざまなシチュエーション、えー、これが起こり得ます、えー、そのイメージですね、えー、これを最終確認、えー、これをしていただきたいと。 思います。ま、具体例、え、入ってますけれども、え、例えば時間配分。ここは当然。え、また解放ですね。特にこれから午前。え、これが始まるわけですから、午前は午後と違ってですね、え、思考を駆使して、2時間しっかり、え、使って、解放。え、これをしていくということを意識。え、これをして、え、スタートに備えてください。マークシートへの記載手順ですね。え、これも公開模試などを通じて確立されていると思いますけれども、その最終確認。どの科目、どの足から解くのかと。 ということですねこれも今までの積み重ねこれをした成果これになりますけれどもそこを最終確認これをしてください憲法から解くのか民法から解くのかいや得意の商法から解くのかいろいろあるかと思いますその科目またどの足からという部分もですね特に足の上の方から解くとっても難しい問題足が続いたなんていう場合は後ろから解いてみるとか そういったことも想定。これをしておいてください。また、形式名で飛ばす問題。これを決めているっていう方も多くいらっしゃるかもしれませんけれども、そういった問題。例えば、個数とか推論とか長文。こういった特殊な形式ですね。こういった問題に関しては、最後時間をしっかり残して、そしてそれを使って一問でも多く取るというのであれば、そういった問題はあらかじめも飛ばしていくんだということを最終確認。これをしてください。次に二択で迷った場合とか、難易度の高い問題。 こういったところに当たった場合の対処法でありますけれども、まあ二択で迷うのは当たり前ですね、これを持っといてください、それを確認しておく、それだけでもですね、迷ったときに精神的にね、プレッシャーになって、自分の力を発揮できない、こういうふうにはなりませんので、また難易度の高い問題が続くなんていうこともありうるかもしれない、そんな場合に備えて、シチュエーションイメージ、これを持っておくと、ね、飲み込まれずに済むと。 ということにもなりますので、そういったことを最終確認、この15分の間してください。また、問題傾向が異なっていた、こんな場合ですね、これも当然起こり得ます。最近は推論が少ないですけれども、推論が多く出るということもあり得るかもしれないし、聞かれ方がね、ちょっと今までの傾向と違うということもあるかもしれない。まあ、そんな場合やっぱり慌てることが一番の落とし穴、これになりますからね。で、これみんな慌ててます。 そんな場合でも常に意識していただきたいのはとにかく知っている問題これを探しておくで意思でも分かれば大きく精神的にもゆとりが出ますし好転をしていきますのでそれを意識して確認をしておいてくださいまた気分転換の時間ですね気分転換をするなんていうふうにねあの公開模試なんかで練習しているという方はそういった時間と方法ですね え、お手洗いにこの時間になったら一旦行っとくとかね、そういったことなんかも確認してください。また時間が余った時の使い方等ですね、こういったことも最終確認、これを試験直前、開始の直前にですね、15分程度を使ってですね、もう一度確認して開始に備えていただきたいと思います。そして試験管の説明、これが始まっていきますので、そこを落ち着いてよく聞くようにするということですね。よく聞けていれば、 落ち着けていいるという確認これもできますので、まあ、精神性の優位性これを測ることができますのでしっかり気持ちを落ち着かせていられ,るいられているかどうかこれを確認してください開始直前大きく深呼吸これをして改めて最後まで全力で戦い切るんだと悔いを残さない必ず勝つそんな決意を固めていざ衝動を開始してください そうは言っても最初の5分10分これは緊張で問題が頭に入ってこない、えー、こういったことも想定されていきますこれもシチュエーションイメージ、えー、これを捉えておくといいでしょういかに普段の自分を取り戻せるのかこれが最初の鍵これになります、えー、そこに引きずられてしまってどん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 プレッシャーが大きくなってしまってあっという間に午前の部が終わってしまわないようにですねいかに普段の自分これを取り戻せるかというのが鍵になりますのでこの場合 とにかく簡単そうな問題を探して解く。一問できるとですね、やっぱり自信がついて心も落ち着いていきます。さらには勢い、これにもつながっていきますので、ぜひ、まあ、そんな場合にはですね、その想定をしておくということ、これが大切でしょう。試験開始後、この周りは本当に気にしないようにしてください。とにかく問題文に集中、戦う相手は問題文のみだということです。ただし、この時間配分ですね。 これを忘れないようにしてくださいということです午前が終了しますで午前を振り返ると全くできてない気がして自信をなくしてしまうと思いますしかしこの時点で結果なんて誰にも分かりません故にこれを必ず心掛けていただきたい午前は基準点ぴったりだともうそう思い込んでください 結果なんて誰にも分かりません迷った足これが合ってるっていう方向に当然結びつく可能性もあるわけです、えー、従って難点になるなんていうことは誰も読めませんから基準点ぴったりだと思ってくださいそうすることによって午後はもっと取らなければいけなくなります余計に気合ですね、えー、これを入れることができますとにかく午前が終了したら勝負は午後午後午後 こういうふうに切り替えてください、えー、休憩時間は脳をしっかり休ませ午後の部のために頭を切り替えてください午後の部の択一の解放意識は午前と違って条件反射ですね、えー、これになりますとにかく考えている時間、えー、こういった余裕は午後にはなかなか持てませんとにかく知っている知識これを探し出して条件反射的に解くということこの解放意識を 午前と切り替えてこのことがとても大事になりますので、えー、午後の部に備えていただきたいというふうに思います、えー、午後の部開始前は午前同様解放戦術を最終確認、えー、これをしてください特に択一記述、えー、これがあるわけですから、えー、そういった時間配分もそうです、えー、また難しい問題が続いたなんていう場合の対処、えー、こういった部分もそうです、えー、時間配分も非常に大事 これになっていきますその最終確認をしてくださいそしてこの3時間が最後の戦い悔いは絶対に残さないように全力を出し切る途中頭は疲れ体もしんどくなる判断に迷って時間に圧迫され何度も何度も心が折れそうにもなりますそれでも合格を信じダメだった過去の自分をここで断ち切るためにもこの先の未来のためにも 絶対に諦めないで食らいつく必ず勝って帰ってきてください皆さんの合格を心から信じております以上です